毎シーズンアップデートされてる感じがします。ちょっとポテンシャルが桁違いですね。まあね、1対1いい状態で持たれたら絶対無理ですね。ゼロから本当にチャンスを作れるじゃないですか、あの人たちって。ヒロキ、俺パリ・サンジェルマンというかさ、その、まあ、ネイマールとエンバペがっつり何度も勝負してるわけや。まあ、もう俺もそのチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンってやったんだけど、もうえげつなかったレベルが。はいはいはい。で、まあまあちょっと、まあパリ・サンジェルマンのこともそうだけど、ちょっとこれまでさ、ヒロキ、まあ、いろんなその怪物たちと対戦してきたと思うんだよね。対峙してきたと思うんだけど、その中でマジでこいつマジ厄介だったとか、マジで嫌だったっていう選手ってちょっと3人挙げられる。もうマジで、もうマジランキングじゃなくてもいいですか。ランキングじゃなくてもいいですか。ランキングも3人ぐらい挙げれる。そうですね。ちょっとじゃあ3人挙げて、その本当に自分が対峙して嫌だった選手。いや、今シーズンやっぱ別格だったね、本当にエンバペですね。エンバペ、いや怪物でしょ。ちょっとこう、毎シーズンアップデートされてる感じがします。なあ。しかも足速くなるんですよ。あれ、なんなんあのスピード。大体ちょっと、まあ、ゆうとくんも、その、スプリント系強いじゃないですか。大体わかるじゃないですか。その、追いつくのか追いつかないかも。はい、はい、はい。絶対追いつかないですね。ね、あれ追いつかないやつやんな。あれ、あの小幅で回転数と同じぐらいなんですよ。そうなんだよね。あれもう、陸上選手みたいじゃん、ちょっと。陸上の100メートルの選手が、めっちゃサッカーうめえみたいな。はい、エンバペやばかった、マジで。あの、まあまあ、俺はもうチャンピオンズリーグで去年やったんですけど、はい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 、えげつないスピード、もう一回裏に取られたらもう終わるなって思う。そうですね。で、あれになんかあのぴったり合わせてくるじゃないですか、みんなパス。もうボール出すやつらがうますぎるもん。あ、もうどうしようもないですね。で、なんなあのネイマールとエンバペのもうあのな息ぴったりな関係というかさ、仲いいじゃん。楽しそうにやってますよね。あの二人超仲いいじゃん。はい。もう、あの二人、もう、お互いボール持ったら、二人しか見てないね。あの、はい、エンバペばっか見てて。エンバペはね、そうですね。なるほど。あの二人でも崩せるから、すごいですね、やっぱ、結局。だって俺はもう、ケチョンケチョンにされたもん。あの二人に。なるほど。エンバペ。いや、ちょっと待って、エンバペだってもう思いっきり対峙するわけじゃん。ヒロキ的にさ、はい、なんかあの、対峙する時の守備の仕方変えてんの？その前というか、その距離というか。エンバペの場合、エンバペがパリに行った1年目は結構足元で受ける場面が多くて、はい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 、そこからなんかドリブルみたいな感じだったので、うん、かなり距離は詰めてたんですよ、あのボールがない状態の時。なるほど。最近スプリントとあと裏に抜ける動きめちゃくちゃ上手くなっていやいやいや、なんかストライカーっぽくなったの分かりますか？ドリブルから分かる。あのワントップとかもさ、多分カバーニとかイカルディとか怪我してたのか分かんないけど、ワントップとかもやってたの、はい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 、あれで結構さ、なんかフォワードブロックっていうの覚えましたよね。ねえ、もう全然無理。いや、もうあれもう負けも何とかほんまに、しかもアップデートされるっていう、もう毎試合、毎年バーッ、もうなんかすごいレベルになっていくみたいな。すごいですね。エンバペ多分バロンドール取れるよね。そのぐらいのなんかポテンシャルありますよ ね。順調に本当にいって、まあチームも勝ってチャンピオンズリーグが優勝して、はい、本当に取れるのはもうバロンドールの候補だよね、完全にね。ちょっとポテンシャルが桁違いですね。あ、桁違いだな。化け物やな。はい。なるほど。エンバペ、OK。じゃあ、2人目、お願いします。個人としてはでもそんぐらいかもしれないですね。なんかその、予想してたよりもはるかに上だったっていう。はいはい、もうちょっと、あとはもう、ポテンシャルの桁違いはね。はい。うん、あとは過去だと、リベリーとアラバのセットとかはもうどうしようもなかったですね。あ、それ何？ドイツの時にやってんのか、対戦。ドイツの時に。やばいやばい、うん。俺もバイエルンとやって、リベリーとあのアラバ、もう地獄。すごいですよね。あの二人もめちゃ仲いいでしょ、多分。なんか俺も外から見るときめっちゃ仲いいからさ、お互いにもうお互いを使ってこう、生かし合うじゃん。うん、しかもリベリーなんだあれ、マジで。あれ、バカ強いしさ、ドリブル名しさ。で、周り見ながらパスも出せるし。使うのもうまい。そうですね。はい。使うのもうまいよね、人をね。リベリーとかの場合は何、なんかこう、あんの？まあもちろんそこにアラバが入ってきてさ、もちろんアラバが抜けてきたら対応とか変わってくるんだけど、はい、リベリーの場合って、ヒロキはどういうなんかこう意識で1対1とかバッて臨んでるの？リベリーこそもう裏で抜けたがるって感じではないので、結構中で足元で入ってきたりとか、もう全力でもう前の選手とか動かします。ああ、なるほど、なるほど。前の選手をちゃんと操りながら。とか、はい。なるほど、なるほど。
まあまあ、それでも、ふっかふかですね、やっぱバイエルンってやると、結局。だってさ、もうチームのレベルがやっぱ違うからさ、ちょっとだからもう抑えどころがなくなるよね。もうプレッシャーかけてても、もうハマってないの分かってプレッシャーかけるみたいな。とりあえず行くっていう。うん。まあ、このチャンピオンズリーグも俺もさ、あのレアルとパリ・サンジェルもやったんだけどさ、はい、特に彼らのホームなんてもうなんか、プレッシャーかけに行ってるのも意味ねえみたいな、プレッシャーかかってないんですよね。もうハマってないからさ、どこも。そうですね。うん。はいはい、だからもうああなったら厳しいよね。1対1とかのもう話じゃなくなるもんね。でもフォーカスされるのはやっぱサイドバックとサイドハーフの1対1じゃないですか。まあまあね。だから相当きついです。結局俺らが仕事できてないっていう風になるんで。いやー、わかるわかる。もうそこ、やっぱサイドバック言われるもんな、そこは。結局。なんかもう全然ハマってないし、はい、いろんなもうフリーの選手たちがめっちゃいて崩されてんのに、めっちゃもうあの右サイド崩されたとか、左サイド崩されたみたいな。いや、点に関与。マジか。あれマジきついよな。俺らの場合、今、その、現代フットボールでは、一番いい選手が右サイドと左サイドにいる可能性が高いじゃないですか。ね、はい。どんな小さいチームでも、いい選手がいるっていう可能性が高いので。間違いない。普通にいるよね、はい、あの小さい、ね、小さいチームとかさ。めっちゃいい選手。はい。なるほど、リベリー。はい。よかったですね。リベリーとアラバ。あと一人は挙げられるだろう。あの、対面はしないですけど。はいはい。カバーニは怖かったですね。カバーニ、わかるわ。あんなカバー、どうカバーニ。カバーニさ、いやいや、万能すぎない、ちょっと。何でもできるしさ、インテリジェンス高いし、で、何か危険なところを常に狙ってる、あの、なんかこう、ポジショニングの走りと。はい、うんうん、だからさ、体力的には戻れるんですよね。守備とかたまにするんで、全然戻れるんですけど、あえて。オフサイドラインにずっといたりとか、うん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 、常にこう駆け引きしてる感じがします、ね。わかるわかる。カバーにはさ、俺も、そうだな、ヒロキ対戦してる選手、結構やっぱ俺はもうヨーロッパなんやから、対戦してるわ。はいはいはい。もうナポリ時代からもうすごかったからさ。ああ。そうそう、ナポリのとこからもうすごくて。で、まあ、パリ・サンジェルマンにも今回ね、あのチャンピオンズリーグやった。いやー、で、まあまあ、途中からね、イカルディが出てて、途中からカバーニが出たりしてたんだけど、まあまあ、イカルディもまあまあすごいけど、カバーニもちょっともう、やばいね。はい、ちょっと別格のストライカーだなと思います。うんうん、あれ、なんなんだろうね、あの、危険なところに常にこう立ち続けるというか、はい、このポジショニングを取ってる、しかも危険っていうことはその、全部ゴールにつながる動きをしていくんですよ。うんうんうん、もう一発でこれ出されたらもうゴールもう1対1キーパーと1対1になりますみたいな、はい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 、はい、動きができるじゃん。なんか日本戦でもありましたもんね、なんかバックパス取ってみたいな。あの日本戦さ、そうやん、俺ウルグアイとか結構やってるやん。そうやんそうやん、はい、覚えてる覚えてる。あのホーム1点取られましたもんね。うんうん、はい、ああいうのも何なのな、あの姿消すよね。はい、だからなんか疲れてるんですよね。ミスってそう、ミスってる感じ。はい、分かる分かる。なんかパスとかカットされそうやもんね。はい、なるほど。いやいや、まあ、すごい先生、ね、まあ、とりあえず、エンバペとリベリとカバーニ、まあ、すごかったな。もちろんネイマールとかもちろんすごいんですよ。もちろんすごいんですけど、やっぱりこう予想を上回ったっていうと、でもなんか 俺が見る印象だけど、これまでブラジル代表とかさ、パリ・サンジェルマン、はい、ね、あのまあ、すごいフランスの中でダービーだからさ、世界的にもね、見たり、俺もあのヒロキたちの試合見たりするけどさ、結構ネイマールヒロキ結構止めてるイメージがあるんだよね。なんかでも相当俺見てますもん、ビデオ。いやまあそうやね、相当研究してるでしょ。はい、だからなんかちょっとなんかネイマールが嫌がってるみたいな感じの方が、はいはいはい、なんかこう見えたりするから、ネイマール結構ヒロキもまあまあ対策もしてるけど、結構あのレベルの選手止めるのすげえなと思いながら俺見てるんだけど、いつも。まあね、1対1いい状態で持たれたら絶対無理ですね。はいはいはい、向こうがね。だからそうなんないようにもう しておくしかない、常に。はい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 、はい。だそういうのは、かなり研究してやります。で、その研究をやっぱはるかに超えてくると思ってあげる。まあね、しかもさ、はい、もうネイマールとかになったらさ、もうちょっとそのやられたそのシーンがさ、もうゴールにつながっちゃうじゃん。うん、で、あいつ、ゴールも
取るの、まあ、まあもちろんシュートもうまいんだけどさ、やっぱパスもめちゃくちゃうまくてさ、そうですね、あの分かる、ネイマールさ、パスのモーションこんなんかが分かんないんだよね、大きくないんだよ、もうこのままドリブルしてて、パン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 で出しちゃう、このドリブルのこの足のステップで出すイメージ、ギリギリまで溜めてる感じですよね、溜めて溜めて、だからさ、もうこの前も一回チャンピオンズリーグでやった時も、もうこれ遠さ、サラビアって選手いるじゃん、はい、サラビアって選手がバーって俺の裏を抜けてきて、ネイマールが中にこう入ってきてさ、ボールを持って、はい、でサラビアがこの裏、俺の裏をこう狙ってバーンってパスをね受けようとしたんだよ、はいはいはい、まあ、その時もさ、たまたま俺らのボランチの足に当たって通らなかったんだけど、あれ俺通されてたっていうシーンがあって、それもさ、モーションがないのよ、ネイマールのパスのモーションがなさすぎて、小さすぎて、わかります、わかります、はいはい、うん、ああみたいな、もう気づくもう出されてるみたいな、いやもうあれはもうちょっと俺もすごい印象的でやべえなと、もうやっぱりすげえ選手だなとは思ったけど、ゼロから本当にチャンスを作れるじゃないですか、あの人たちって、うん、何もないところから、まあでもトッププレーヤーだな、選手だなと思います、はい、だって試合がさダメな状況でも、もうゼロからもう自分たちがゴール1回のチャンスとかでもものしちゃったりとかさ、そうですね、ちょっとなんかもう持ってるもんというか精度も含めてイマジネーションもそうだけど全然違う思います。いやいやいや、もう十分すぎるほど面白い話を聞きました。大丈夫ですか。いや、サイズマスク対談は豪徳とこの間やったんですけど、エアベッジで、かなり前か、4年前ぐらいかな、はい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 、めっちゃ面白いんですよ、やっぱ共感できる部分がやっぱ多いんで、うんうん、そこは楽しかったですね。いや、だから実際にやっぱりピッチで経験している人じゃないとやっぱり話せない話な、これって。またちょっと、うん、お互い頑張って、まずは足もしっかりと OK です、リハビリして、はいはいはい、ありがとうね、了解です、はい、お疲れ様です、また連絡してください、はい、了解、貴重な話ありがとうね、お疲れ様です、はい、お疲れ様、はいはい、じゃあね。